まあ、ここはすごくひっくり返せるチャンスかなと思いますので、ぜひ頑張っていただきたい。はい、ありがとうございます。どうですか？大丈夫です。はい。じゃあ、これだけちょっと、マイクをちょっと、ただ、紹介をしてくださるんですよ。で、紹介が終わったら、先生にマイクを渡して。じゃあ、配信もやってきはます。い、じゃあ、はい、お願いします。皆様、こんにちは。改めまして、本日お越しいただきまして、ありがとうございます。日本の未来を考える勉強会、国会議事堂巡り勉強会ということでございまして、この憲政記念館でですね、お勉強会をこれから始めさせていただきます。本日、立憲民主党の原口一博衆議院議員にお越しいただいております。先生、お忙しい中、ありがとうございあります。がとうございます。先生は総務委員長、決算行政監視委員長を歴任されまして、平成21年総務大臣になられました。なんと、当選9回でございます。それでは、あとは先生、また進行よろしくお願いいたします。はい。原口先生、よろしくお願いいたはい。します。よろしくお願いします。先生、マスクは？いや、取ります、取ります。はい。すみません。さっきもちょっと言いましたけれども、原口先生、今日は無理を言ってね、お越しいただきます。本当にありがとうございます。で、冒頭30分程度お話しいただきまして、その後皆様から、会場の皆様から質問を受けながら、その質問に対して2人で、深めていくと、まあ、そんな形で進めていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは先生、お願いいたします。皆さん、こんにちは。ちょっと声がですね、こんな風になってます。で、それはなぜかというと、昨日、怒鳴り合いをしたんです。NTT 株を売却する。この21日に、ブラックロックの CEO が日本に来て、岸田氏に宿題どうなってんだって言いましたね。立憲民主党の、あ、やばい、まあ、ライブをやってました。で、怒鳴り合いになったんです。もうちょっとこんな声すいませんね。でも結論から言います。安藤博先生がおっしゃることが全てです。で、これで僕はもう帰っていいわけです。で、まあ勉強会ですから、本来プロジェクターを用意したんですが、皆さんお手元にスマホをお持ちであれば、僕の、YouTube ご覧になってください。YouTube のライブでですね、資料をリアルタイムで出してます。じゃあちょっと座ってやらせていただきます。で、安藤先生が日本をお買いになる、そのお一人です。僕は竜を集めろということで、私は佐賀の竜像て、これも先祖にあんまり言いにくいんだけど、凶暴な戦国大名がおりまして、大友とか滅ぼしてですね、家紋を奪ったりしてるんですね。まあ、とんでもないですね。いや、ちょっと待ってください。で、竜を集めろ。なんでかっていうと、ちょっとこれ、資料をですね、これが松下幸之助さんと、私は月に1回、門真とか、あるいは松下病院とかでお話をしました。松下さんは政治を正さなければ日本は良くならない。もう一つの保守政党を作って、そして日本を独立自尊の日本にするんだと、そして無税国家を作るんだということでありました。で、次の資料をご覧になってください。これですね、皆さん見れますか？見れない方おられたら、隣の方に見せてあげてください。本来、憲政記念館なんだよ。あれが、プロジェクターがそうでできるかと思ってたら、電源コードが届かない。これですね、この OECD の中で、日本の経済成長率っていうのはもう最低なんですよ。ね、さっき何を基準にするかってお話があったけど、そりゃ、こんだけ衰退に衰退重ねてたら、基準なんか意味ないですよ。成長しないと。で、それを安藤先生が道筋をお示しになっているわけですね。次の資料、これですね。え、あ、されてない。あ、違うチャンネルじゃないです
僕のチャンネル2つか3つやってると思う。いいですか？ YouTube。本来ね、ここに出しゃいいんですよ。俺、これ3日間かけて作ってきたのに、なあ、申し今、訳ない。つながらないと言われて、ロビンってきたんですけど。で、次のですね、いいですか？届いた？賃金の動きです。労働者全体で。もうずっとマイナスなんです。これでね、日本が良くなるわけないじゃないですか。この間、日銀の上級国民の方々がですね、物価と経済の好循環になったと言ってたでしょ。どこがですか？何倍言っとかと。ふざけんなっていう話なんです。で、しかも、経済新聞とかに漏らしてるでしょ。あれ、事前に知ってたら大儲けじゃないですか。僕ね、今度財務金融委員会で、法務省と SEC っていう、これ証券取引等監視委員会っていうんですけど、それ呼んで、捕まえてくださいって言うんです。捕まえるべきですよ。インサイダー。インサイダーです。で、次ですね、ちょっと資料持ってない方のために申し訳ないけど、後でご覧くださいね。これが去年1年の一番大きな動きです。去年1年の一番大きな経済の動きって何かというと、G7 の GDP を BRICS の GDP が抜いたんです。それご存知ですか？ BRICS、ブラジル、ロシア、ね、南アフリカ。で、そういう国々プラスこの1月1日からは、ブリックスプラスって言って、サウジアラビアとか、そういったものが入ったんです。もう圧倒的に負けてんです。負け組の中の負け組。G7。戦争や、ちょっとすいませんね、本当に。戦争や、今、ブリックスの人たちは何つってると思います？あなた方、もう近づかないでください。縁がちょっと。縁がちょっと分かります。縁がちょっと。あなた方が言うのは、戦争、搾取、そして説教だと。嘘ばっかりだと。自作自演の戦争。で、僕は CCAP っていうトランプさんの、この間、東京の会に呼ばれて行ったんですね。で、なんでトランプさんかと。日本でトランプさんってやるとですね、もう変人扱いです。もともと変だったのに、今回がんでもっと変になったと言うんですよ。ふざけてますよね。がん患者に対する差別、ひどいですね。私もですね、がんを公表したんです。ちょうど去年の今頃だったかな。安倍派の裏金誤認衆のうちの一人がですね、関君、これライブだった。時々自分が公人ということを忘れるんですよ。その方がですね、官房長官だった。で、前の日わに、かります。松野君、前の日に明日質問するからちゃんと答えてくださいねと。僕の方が先輩ですからね、上から目線、わかりました。絶対に真面目に答えます。言ったら、翌日それ忘れてるんですよ。ほいで、松野ってこうやったら、ウィークが取れちゃう。で、その日よ、ヤフーのトレンド1位、原口和弘、ズラ。いやね、これ、僕の場合は YouTube で言えない例の注射由来なんです。それで、がんだけだったら公表しません。だけど、あれを調べていく中で、明らかにおかしい。だから僕らは、安藤先生や仲間の皆さんと一緒にですね、衰退から成長に、それから独立自尊の日本を作る、そして国民の命を守る、今40万人超過死亡ですよ。私、佐賀っていう西のね、端っこのとこから来てますけど、多良っていう町は人口8000人で、なんと2人も例のやつで死亡認定ですよ。とんでもないことが起きてるんです。だけど、日本は情報が流通しないんですよ。ディープステート系のメディアに支配されていて、だから、
あんなテレビ見るよりは見ちゃいかんですよ。安藤先生の YouTube を見なきゃ。原口先生のみたい。まあ、僕のもたまに見たらいいと思います。で、ちょっと次。で、これご覧になってください。これね、アフリカの37歳のリーダーですよ、この人。ブルキナ・パストっていう軍人さん。で、サウジアラビアもそうですね、MBS。37歳です。彼らが増税してますか？してないですよ。でも彼らはものすごい世界で発展してますよ。後でそれ何でかと言います。これをご覧になってください。で、それが2010年、僕らが政権取った時にですね、34.3%と、去年、ついに追い抜いたんです。ブリックスプラスまで入れたら、もう全然太刀打ちできないんです。よくね、ロシアを制裁するって言ってるでしょ。ロシアを制裁するって言ってて、僕は講道館で柔道やってたけど、巴投げ食らってるんですよ。巴投げ分かります？分からん？巴突進。そうそうそう。相手を倒したつもりで、これがね、対ロシアの制裁、非難国であって、この青いところね、全体の15%しかないんです。スイフトからロシアを追い出すってやったじゃないですか。ね。でも、それで彼らは何やったかというと、あ、結構ですと。自分たちで通貨を作ります。自分たちで経済圏を作ります。自分たちでルールを作ります。どっかの国が一つのルールを押し付けてきて、後の国が奴隷のように従うというやり方はもういらないです。これが今なんです。それで、ちょっと資料を元に戻すとですね、消費税。これ、さっき賃金の話が出たけど、物価高騰で22ヶ月、実質賃金が下がり続けてる。これでどうやって経済と物価の好循環ですか？何倍4日でしょ？佐賀弁わかんない。標準語で言います。これが日本だけでしょ？この赤いとこ。イギリスは134.7%も増えてるんですよ。この間、1997年から2022年まで。134点。日本は、だったけど、何かあります？激戦に、まあ、そういう政治的な意味です。で、何言ってるかというと、新自由主義。あなた方の働きが悪いから、日本が良くならないんだ。ここでしょ。みんな日本が。ね。全体の政彼らは必ずこう言うんです。低い。出産性から NHK の一部との選択する、ああいうことを言ってる人の生産性高いと思います。ね、違うよね。よう言うばいいよ。の椅子取りゲームをやらない。だからね、給料が上がるかもわからんけど、あと資産倍と。なんとなれば60とか65で辞めてね、その後正社員じゃないんですよって。70とか80とかまで仕事をしなきゃいけなくて、その時にあなた方が非正規の苦しみを味わうんですよ。今、ね、増税した人間が出世するかもわからんけど、沈む船の中の椅子取りゲームやらされてんよって。で、こう言うとですね、すいませんね、昨日本当に喧嘩しなきゃよかった。
いやね、NTT の株を、NTT の昨日、80兆、労働組合大丈夫かって。どうなりました？実名挙げて悪いけど、シャープとか。台湾の企業に買われて外国人が社長になって、一気に何千人クビになりました。そうなりたいんかって。だから今日申し上げたいのは、安藤先生のお話は、ダイナさんとね、なさってるお話はいつも明るくあったかいでしょ。なんか、わからんなと思ったら、明るくあったかい方に向けばいいんですよ。明るく、あったかい方に。で、次、この、これはもう、池田先生。いや、映像自体が止まってます。映像が止まってる？あ、出た。1995年に日本の GDP は世界のなんと17%ありました。ジャパンアズナンバーワン。中国なんか、なんか伝わるけど、3%もないんですよ。で、それがどん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 、アメリカが、そうですね、25%、日本有事とか言ってるけど、戦います？うちの3倍あるんですよ、日本の。台湾有事は日本有事とか言ってるけど、この間、林さんですね、林さん、外務大臣、今官房長官してますね。大学の同級生なんです。で、昔、ブーフーって言われてたんです。いかんこ。ライブだった。ブーがいて、まあ、その人警察官で亡くなってしまったけど。で、フーが、丸い人ね。僕がウー。なんで俺が豚なんだと思うけど、まあそう言われてたわけです。で、フーに聞いたんですよ。ね。フーよと。台湾有事は日本有事って言ってるけど、43兆円増やすって言ってるけど、自衛隊員の皆さんの健康とか力とかこんなのが入ってんのって。なんだって人は生垣、人は城ですからね。それ入ってないんです。フーよ。あ、フーって言いませんよ、国会でね、さすがにね。プー、教えてくれよと。ね。今、サウジアラビアと中国は、さっき言ったみたいに、去年の最大の、今世紀、おそらく最大の和解でしょうね。それは何かというと、サウジアラビアとイランが和解したんです。中国の仲介で。本来だったら日本がやんなきゃいけないんですよ。じゃあね、中国とサウジアラビアもむちゃくちゃ近いんです。で、台湾有事は日本有事って言って、風よ、油どうなんのって聞いたんですよ。だってそうでしょ？中国とこと構えたら、今、ロシアからの7%が入ってないから、油の97%は、サウジアラビアと、それから中東湾岸諸国ですよ。入んないじゃない。ね？口先だけだろって。なんちゃって防衛って言うんです。で、なんちゃって防衛と戦ってるのは僕らです。これ、次のページ。今度、財務審議局ですね。これはね、もう本当にね、カビだの、ダニだのと同じぐらい、しつこい。嘘ばっかり言う。で、安藤先生にご指導いただいて、財務大臣と副大臣とかとずっとやったんです。もう当面、ボロボロ。消費税に者が払うなんて一言も書いてないですよ。直接で赤字の企業まで払うってやつなんです。昨日、一昨日、この回は良かった。水島社長、チャンネル桜の。
グローバリズムといかに戦うかと。僕らはどっかの国と戦ってんじゃないんです。ディープステート。昔、軍産複合体って言いましたね。今は、それがですね、医療複合体。医療の金の方がはるかに大きい。今回の、中抜き脱税の裏金マンの方々の政治資金見てみると、あの方々の、パーティー券の売り先、どこが一番多いと思います？岸田氏。薬屋さん。薬屋さん。だから止まんないんですよ。で、あ、水島さんいいですね。新党国盛。俺も移ろうかな。いやもう、昨日みたいに喧嘩する。国を売る人間。喧嘩しなきゃよかった。で、彼らがですね、ディープステートが何をやるかって、これフランスの風刺画です。これはですね、リベルテとセクリテって、セクリテが恐竜ですね。これね。ところが、セキュリテ、人々は人間って恐怖に弱いんですよ。僕、心理学と社会学と法学学んだんですけど、人々の、ナチスだってそうですよ。彼らは、なんで、人々の恐怖をでかくするんです。で、そのでかくなる過程で利用したのが格差の格差。だから、維新の昔の維新というか、現維新というのは必ず言うでしょ。公務員の給料が高すぎると。公務員の給料が高すぎるって言うけども、ね、上級国民の給料が高すぎるって絶対言わないじゃないですか。公務員の給料とかそんな大して違わないんですよ。公務員の給料と一緒に上がっていくんですよ。要するに、貧しい人たち同士で叩き合いさせるわけです。これに乗っちゃ絶対ダメだ。だから、怒り、あるいは恐れ、これ、絵見たら、セキュリティが最後、リベルテ、自由を食い破ってるでしょ。彼らは何を奪いに来るかって、言葉をまず奪いに来るわけです。今日だって僕、YouTube で流してるから、言えない言葉が3つありますよ。例の注射ね。日本は報道の自由度ランキング何位ですか？メディアの中にも一生懸命やってる人いっぱいいますよ。だけど、そういう人たちは、僕が知ってる、もう今度27年目になったんですけど、もういないです。大手メディア。干された。筆を折った。あるいは、よそに移った。もったいないですよ。言葉を奪ってるんです。だから、僕らはこれと戦うためには言葉を取り戻さないといけない。でも、自分が神なんです。傲慢不遜、バカ。あ、いかん、来た。バカっていうの、ね。傲慢不遜。だから、ノルドストリーム1、2だって、自分が壊したって宣言してたでしょ？それで実際にやったら俺じゃないとか言って、ああいうことですよ。で、日本はそれじゃダメなんです。水島社長がおっしゃってたけど、今のその20代の方のコミュニケーションが大体200の言語で全部終わっちゃうと。それむちゃくちゃな話ですよね。ここに書いてるのは、さの神様。日本はですね、必ずコミュニケーションが自然につながってるんです。花の色を示す言葉がいくらあります。ちょっと言ってみてください。桜は散る。椿は落ちる。牡丹は、ね、舞う、しぼむ。いっぱいあるんです。さなんです。さの蔵、さつき、これはさの神様がお降りになる月、5月ですね。さなえ、なんかさなえって名前の人いましたね。まあそれは置いといて、さなえ、さの神様が私たちに苗を授けてください。さおとめ、さの神様が乙女をね、頑張ってねって言って、稲を植えていく。
青年海外協力隊って僕の先生が作ったんですけど、ご存知ですか、末次一郎先生。青年海外協力隊で、僕は先生、自民党の先生の初めで、湾岸戦争が起きた。で、湾岸戦争が起きて、その時にアメリカからこういう人が来て、日本は金だけ出して、ね、血を流さないとか言ったんです。で、みんなはそれでうなだれてるわけです。で、僕は自民党本部に乗り込んで、浜子先生じゃないです。浜子先生もよく乗り込んでおられますよね。そうですね。一回、国会議員になった後に乗り込んでおられるから助けに来てくれって、なんで俺が自民党助けに行かなきゃいけない まあ、それはどうでもいいんですけど、言った、なんで先輩方言わないんですかって。青年海外協力隊、非軍事の分野で、どれだけの人たちが世界に貢献して、どれだけの人たちが傷つき、中には命を失ってる。なんでそれを言わないんだと。尻尾巻くなって言ったんですよ。青年海外協力隊、例えば、皆さん、ですよ。まあ、だってガザのバカーノ難民キャンプ、これがパレスチナ最大の難民キャンプですけど、あそこの小学校の入り口には日本人と、日本人の子供と、それからパレスチナ人の子供さんの握手してるっていうか、手をつないでる絵がある。ね、自分のふるさとを50年も60年も70年も、まあ、絶対一般が何と思います？言葉にしていけない例の自分で自分の命をですね。2番目が糖尿病。で、お菓子ばっかり食べてる。小学校で。日本が教育という形で希望を作ってくれました。私たちは日々が絶望でした。でも皆さんのおかげで学校ができて、子どもたちという未来を私たちは感じることで生きることができます。今、その学校潰されてるじゃないですか。なんで文句言わないんですか。何を連帯しに行くんですか、イスラエルに。ふざけんなって話ですね。で、だから、佐の神様、お酒。お酒っていうのも、佐の神様に差し上げるものなんですよ。酒。けっていうのは、賄うってか。だから、ガンガンに飲んでいいもんじゃないんですよ。ちゃんと慎み深く飲まないけど。それからお下がり。これは、佐の神様が授けてくださるもの。僕らのところには、佐のぼりっていうのがあるんです。これは何かというと、田植えが終わって、佐の神様が山にお登りになる。佐のぼり。佐のぼりっていうのがあると、酒蔵で飲んでいいんです。ゼロさん、佐のぼりばい、来てよって。いや、もうお前どんとは飲まん、お前どもぐっちゃぐちゃに飲むけんということで、でもその時だけはですね、ガンガンに飲んでいいんですよ。で、これですね、消費税のことをもう一回勉強で、消費税は社会保障だから、消費税なくしたら社会保障の財源がなくなる。これ、日本の未来を作る勉強会で植草さんが出してくれた資料です。見てください。消費税、社会保障財源ですか？社会保障の財源増えました。これも安藤先生がおっしゃってますね。冗談じゃない。所得税減税と法人税減税消えてるんです。だから、社会保障厚くなってないでしょ。もしね、消費税が社会保障財源だっつったら、特別会計にすればいいじゃないですか。せんでしょ。したら、要は消費税利権なんです。利権。これはちょっと今日言う暇がないけど。で、これが藤井聡先生のグラフですよ。消費税を上げたら実質賃金がどうなるか。5%に上げましたね。あの時、橋本さんに絶対上げちゃダメだと。もともと私、松下政経塾で加藤寛さんに育てられてて、3をから絶対に上げていけないっていうのが遺言だったんです。なんでかと。関税力の低い人たち、あれ、3000万円以下の人に、お金もらっちゃいけないんです。風天の寅さんに消費税払えって言います？言わんでしょ？
企業でお金ないんですよ。お金ないとこからお金取ったら、育たんでしょ。そこは頑張ってくれと。出世払いでいいんだってやるんですよ。それが日本なんです。だからね、これ、よそから入れられた弱体化装置。で、それを財務審理教と、財務審理教にくっついておくといいことあるんですよ、政治家は。国税がまず入んないね。そうだね。入んない。つまり、まあ僕らは、そんなの入んないですよ。お金ないから。でも、悪いことやってるやつはやっぱ国税怖いですね。次。これが今日の主題です。安藤先生が教えてくださった、消費税は赤字の企業からも取る。赤字の企業からも取るんですよ。で、これ言うとね、ちゃんと価格転嫁されてますと。転嫁されてるわけないじゃないですか。赤字の企業からも取る第二法人税なんです。極悪非道でしょ。皆さん、この中で労働権の方がおられたら、ぜひ言ってください。同一労働、同一賃金、ね、同じ仕事をしてたら、同じ賃金じゃなきゃいけませんねと。同一税制でしょ。違う税制で、非正規だったら差別されると。ね、正規社員を雇えば雇うほど、その企業は非正規税を払うっていうんだったらどうなります？今もう4000万人以上が非正規です。で、みんな何やってるかっていうと、一人でいくつも仕事持ってる。身を粉にしてる。それで子育てできます？できんでしょ？当たり前のことなんです。上級国民の彼らだけですよ。で、この安藤先生のこの資料、とっても大事なんで、これ消費税の計算式見ればもう一目瞭然なんです。で、人件費と利益にかかる。信じられんでしょ？人件費にかかるんですよ。だったらね、岸田氏はおっしゃってますよね。所得倍増とか。今もうおっしゃらないんです。もう言わなくなりました。資産に所得倍増です。そうですね。あの方、倍増がお好きでですね。防衛費の倍増とかもお好きですもんね。とんでもないです。これ防衛費の倍増。これね、この資料、皆さん拡散してくださいね。フォリン・ミリタリー・セールスっていうんです。ご存知ですか？有償軍事援助って。僕、26年前からこれ追求してるんですよ。何かっていうと、日本は自分で空を開発できないんですよ。だから、アメリカ様からですね、買わせていただいてるわけです。で、前金払いのある時渡し。僕が国会で追及した時は、なんと3600億円も未納入、未精算があったんです。金払ったら、物を渡すでしょ。金払ったら。だから、ロケットヘリでロケット弾ついてない。どうやって戦う？イージスシステム、未完成じゃないですか。明後日かな、佐賀に帰って、オスプレイの反対集会行ってます。この間、自衛隊員の人たちが、私、先祖が全部海軍なんでですね、自衛隊にも多いんですよ。おじが、佐世保で自衛官の艦長してますが、その弟子の人たちが来て、アイドマを生い立ち場人間って思うとらんと。島しょ防衛で自衛隊がね、今度オスプレイを17機、220億ですよ。でも、ドローンちょこっとぶつけたら、墜落するんですよ。今、50人が亡くなってる。で、オスプレイっていうのは、2000年代にできた飛行機じゃないんですよ。1980年代にアポロ計画よりでかい金を入れた飛行機。だから元取んなきゃいけないんです。日本以外で買ってる国あります？ないっすよ。イスラエルもキャンセルした。なんでか、使い物にならんからです。今回、敵基地攻撃能力とか言ってるでしょ。で、入れた、あれが、マッハ2のトマホーク。トマホークって1機1億円っすよ。です。なんでか5億っていうわけです。え、なんで5倍になってんのって。荒木先生、1億っていうのはね、フェーズ1の時で、今、フェーズ5なんです。ブロック5。
ブロック5でどんぐらいスピード出るのって言ったら、マッハ2.5。で、マッハ2.5来ないんですよ。向こうがね、おそらく安藤先生、これ、もう日本のために作るのやめたんだと思う。で、防衛大臣が、ブロック4でいいです。じゃあ5億じゃなくて4億じゃん。ね。敵基地攻撃能力とか言って、日本が攻撃されたと。で、トマホークを発射する。向こうはマッハ27ですよ。こっちマッハ2ですよ。この野郎って言ったら、どう思うって。もうそんなね、バカなことをいっぱいやってるんです。だから、もうこれで結びにしますけど、事実を共有しましょう。そして、安藤先生を中心にですね、これもう絶対政界再編します。自民党さんもですね、今、裏金の方々が、なんと、総理御自らですね、御自ら聞き取りをなさってるわけですよ。俺だったら逆に僕は聞き取りしますね。あの方が一番汚いんですか？ 俺、本当になんかな。ああ、言い過ぎたかな。大丈夫です。ちょこっと汚いですから。いや、でもね、僕、総務大臣だってね、だから政治資金のあれって見るんですよ。やっぱりね、悪い議員は汚い。汚い。裏金もらってる。しかも、その裏金は従属なんですよ。どっかのね、ディープステートの。ということで、今日こうやって皆さんの前でお話をさせていただきました。時間が参りましたんで、ここで結びにさせていただきます。お聞き苦しかったかと思いますが、後で YouTube 見てください。じゃあ、ありがとうございます。ああ、本当ありがとうございました。せっかく資料を作ってきてくださって、ちょっと投影ができなくて申いしやい訳や、なかったです。あ、ここにあるんですよね。ね、あそこにプロジェクター見えてるんだけど、ね、光ってるんだけど。はい。ということで、ちょっとね、僕、原口先生に前から聞きたかったことあるんですけど、自民党でしたよね、元。で、自民党にどのぐらいおられたんですか？自民党にはですね、28歳の時から33歳の時までいました。5年ほど。5年弱です。それで、そこから民主党に移られた。いえ、新進党であ、す。新進党です。その時、自民党の人が小選挙区で行くとこないから、お前どこでもいいから、とにかく受かってこいって言うんで、預けられたんです。僕を預けた人は、グログロ人なんだから、いい。いや、もうその頃はまだなんていうかな、こう、自民党のあったかさがあったんです。とにかく今度ね、小選挙区になるから、出るとこないけども、こうやっていつか受かってまた一緒にやろうなってなったんです。ということは、まあ、最初、新進党から出られて、で、将来は自民党に戻る予定だったってことです違いか？ます。自民党に戻る気は全くなくなったんです。なるほど。それなんでかっていうと、自民党の中に行った時も僕県議だったんです。それでその政治を正さなきゃ日本は良くならないっていうんで、松下さんが保守二党を作ろうとした。で、毎日県議会の事務所とか行くと、もう口利きと、そのマッチポンプばっかなんですよ。それでもうやめろよ、おじさんって。一回、あるところで議長選の汚職があったんです。で、それ、市議会の汚職なんだけど、同僚の県会議員が、何倍よっかそがんと俺たちもしよっぱいって探し物に言ったんです。それで、本当のことを言うなんて。でもその人すごい、なんていうかな、重鎮だったんで何も言えなかった。そういう汚い政治をやってる限りは、やっぱり独立しないんですよ。独立しない。必ず後ろから刺されて、キャインって言うんですよ。そういう犬になりたくない。で、新進党から、まあ、そのまま民主民党主ま党でに、行く中に行くということですね。でも、考え方としては、保守の二大政党を作ろうそうです。ということは変わらず変わらないですというね。ことですね。ただ、保守の定義が随分変わってきたんです。日本の今の保守は、傀儡保守、アメリカの従属保守、あれ、全然保守じゃないと思うんです。
自分たちの国益も全くあれしませんからね。もともと自民党だと、選挙とかでね、憲法を改正して、自衛の軍備を備えて、災害軍隊を絶対に備えるという軍事法が書いてありますけども、その時の自民党と、今の自民党をどういうふうに考えるとどうですか？僕らは、日米地位協定の改定案と、それから、民主党憲法草案というのを作ったんです。で、それは何かというと、自らの言葉で、自らの地域、自らの国の基本である憲法を定義づけることだったんですね。で、ちょっとこれ、ですね、僕にやってると、今、P3、P3。国際条約議員連盟という国際議員連盟の僕、日本の代表なんです。それなんでかというと、日本だけでですね、こんだけ核に囲われている国ないで。で、ここが糸満層かと違って、もうこんだけ囲まれてるから核保有しろと。でも、保有するには、皆さん2015年に、安倍さんの時に持ってかれたのご存知でしょう。アメリカに持ってかれてますよね。です。どんなに保有してね。で、日本の場合は、もう安藤先生のご通り、国連って UN 選手国で、その中に残念なことに入ってるのが、一国条項、九条。日本のことしたら、ボコボコに。それで、管理に弱いんです。なぜかというと、中アメリカは、海の領土は世界3番目だけど、土地の領土はすごく狭い。だから、地学的で、なんでこの憲法を変えるっていうのをやったか。その時、一部地域協定を作った時に出されて、なの。あ、そうとしてない。日本は、いうことが分かった。独立してない時に変えれば何が起こるかというと、もっとポチになるわけです。しかも、汚い手で、ね、あるでしょ。今、憲法が盛り上がってきてて、会議で言わないと保守じゃないみたいな空気感になりつつあるような気がするけど、もう大反対で、今、憲法改正しちゃいけない。今はもう僕は我々の保険派ですみたいな感じですけど、で、やっぱりおっしゃる通りなんです。保守、ファッションファッションなんです。特別軍事作戦って言ってたのを、戦争を宣言してる。あの国ならいいです。僕らも北方領土返還運動でロシアとやってるんです。ロシアって自分からは何かしません。だけど、ずっといろんなことをやられ続けてて、それはプーチン氏の戦略性っていうのは、西側のメディア、リーダーには全然かなわないです。多分安藤先生おっしゃる通りだと。なんちゃって保守。憲法のどこ変えるんだって聞いたって、え、どこでしょうって、原口さん、どこがいいですかっていうか、お前に聞いてんだよ。で、しかもですね、これ、みんな伝わってないかもわかんないけど、僕は5年前に、憲法改正の手続き法である、国民投票法の改正案を出してるんです。これは、外国人が憲法改正の国民投票に、CM に金を出しちゃいけないっていう法律。保守っていう人間が、
なんで、これですか。外国人のお金でいいって言うんですか。今、セキュリティクリアランスってやってますよね。セキュリティクリアランス。で、あれって政治家とかああいうの入んないんですよ。ね。参議院のなんとかっていう議員の秘書、中国のスパイだったじゃないですか。よう言うわと思う。だから日本立て直すためには、この内側から固め直さないといかんですね。なんですか。配信が止まっちゃってます。配信が止まってる。ズームがつながってます。ズームがつながってる。YouTube の方だけ。時間を使いたいんですはい。けども、鳩山内閣ですね。はい。鳩山政権。